最近ちょっと気になるのは演劇のチケットが高いなということが何様だというね <laughs> 状態になってまいりましたので全てがあって今があると思います最優秀女優賞を受賞されました池谷信恵さんです 池谷信恵と申します、えー、この場をお借りしましてエポックマン我ら宇宙の塵の皆様世田谷パブリックシアター、えー、無駄な抵抗の皆様そして、えー、ご覧いただいたお客様見守っていただいた皆様進出していただいた皆様ありがとうございます、えー、本来でしたらここに立つべきはもうちゃんきちんとした執事の女優さんがふさわしいとは思うんですけれどもあの私は本当に何の こう演劇時、演劇的素地もない、あの、ナンセンスコメディという、とてもマイノリティな劇種の。 劇団を10年やってまいりまして、えー、それが解散してからは、まあ一人で放浪の日々を続けております。でも今回この受賞をさせていただいたことによって、本当にたくさんの方が見守ってくださっていたんだなととても感じることができました。そして私のようなこう演劇の似たような演劇の道を進んでいる俳優さんですとかと共感していただける俳優さんのあこう希望ですとか、少しでも励みになれば。 良かっったなぁと思っておりますでます、あ、で今はこうしてなんとかあの生活をさせていただいておりますけれどもいつまでも演劇が見たくても金銭的にこう難しかった時代のことがまだあの体に染み渡っておりましてなんか最近ちょっと気になるのは演劇のチケットが高いなということがとても気になっております。でまあ 私も作る側ですのでいろいろなことでかかるということはわかっているんですけどもせっかく久しぶりにこんなにたくさんの演劇の方が一堂に返すことができたので何か新しい知恵などが生まれたらなと思いますのでそういったきっかけの場となればまたそれも素敵だなと思ったりしております。もう何様だだとといいいいいう、ね、<laughs> 状態にになっててまいりままりたたので締めさせていただきたいと思いますけれども本当に ですね。今回の、あのお芝居に限らず、今まで見てきたお芝居ですとか。携わってきたお芝居、えっと、すべてがあって、今があると思います。全ての演劇たちに感謝したいと思います。ありがとうございました。池谷信江さん、おめでとうございます。